これは1年ちょい前、実際に見た話です。家の近くで子供3人が遊んでいる横を自転車で通ろうとした時なんですけど、なんか変やな、見間違いかなって思ったんです。最初で、だんだん近づくにつれ真相が分かってきたんです。小6ぐらいの子供が左手に持ってたのがね、小学校ぐらいの子供のと思われる右の脇の付け根から先の腕だったんです。それを背中に入れたり脇に持っていたり、それで肩にトントンってしたり、匂い嗅いだりして遊んでるわけですよ。俺怖くて怖くて、でしばらく行くと道に血管らしきものが落ちていました。さらにしばらく行くと子供が道に倒れて血の池になってたんです。しばらくして意識が戻ったようで、壁にもたれて左手で右腕の付け根に手を持っていったんです。腕がないことに気がついたようで、彼は腕がない腕がないって泣いていました。切り口からはまるでポンプのように血が溢れ出ていました。もうその子の唇は紫色で、誰が見ても生き延びる余地はなかったんです。ただ気になるのは、その子の周りに近所のおばさんがいたんですけど、救急車を呼ぶどころか物珍しそうに見ていました。数日後、近所の集会所の立て札に〇〇ちゃん葬儀会場って書いていました。あの腕、あとどうしたんでしょうね。それを聞いた何で遊んでた子の親は何て言ったのでしょうかね。全く恐ろしい一日でした。